はい、どうもマノチです、よろしくお願いします。はい、ラストイニングで使用する選手のリクエストを募集しました。はい、予想以上にねたくさんのリクエストをいただきありがとうございます。はい、そのリクエストに応えるだけで選手枠上限70人埋まりました。はい、いや本当にねありがとうございます。全然予想してなかったです、ここまでリクエスト来るっていうのは。うん、で今回この動画はこんな選手が集まってこんなチームになりましたっていう結果報告的な動画になってます。だからまあ試合とかも一切ないです。はい、結果報告です。うん、でとりあえず打順とかは気にせずに、まあ、なんとなくこう見栄え良さそうな感じに並べてるだけになってます。本番では動画のね本番ではちゃんとリクエストに応える形で、打順ポジションやっていきたいと思ってます。はい、こんな感じのメンバーです。あ、ちなみにこれラミちゃんの能力です。一応ネットで調べて結構近いものにはできたんじゃないかなと思ってます。まあ前回のね2013のラストイニングと違って、うん、引退した選手、あと自由契約になった選手、うん、まあ、そこら辺も幅広く入れたんで結構面白いチームになったんじゃないかなっていう思うけどね、俺は。こんな感じです。はい、こんな感じです。うん、ピッチャー、は、こんな感じです。はい、まあ、ここら辺もちゃんと本番ではいじってやります。はい、ここだよね、この2枚は強いよね、なんとかなんじゃねえかなっていう気はするけどね、本番でも。こんな感じです。はい、こんな感じのメンバーになりました。うん、いや冒頭でも言ったんだけど予想以上だったんですよ、リクエストの数が。本当に何だろう、選手の上限枠が埋まると思ってなかったんですよね。自分で、まあ、その枠を俺チョイスで埋めるような形になるっていうのがもう俺の予想だったんですよ。まあ、そのことも動画でも話してるんですけど、枠に空きができたら俺が埋めるよっていうことも話したんですけど、一切することなく本当にリクエストに応える形だけでこのようにチームが出来上がりました。本当にありがとうございます。うん、でね、一つねこう謝りたいことがあるんですよ、二つかな、うん、ありまして、まず一つ目、リクエストがすっごい多かったの、本当に予想しなかったの、ここまで来るっていうのを。俺の考えた動画企画にここまでその反応があるっていうのを全然思ってなかったんですよ。もちろんありがたいことなんですけど、まあそうね、俺が無計画だったんだよ、無計画だったんだよ本当に。うん、結果的に自分のやったリクエスト方法が早い者勝ちシステムになってたんだよね。全然考えてなかったよそんなこと、早い者勝ちでいいやとか、そういうこと一切考えてなかったんですけど、結果そうなっちゃった、そうなっちゃったんですよ。なんでリクエスト募集の動画を見る前にリクエスト締め切りになってたっていう人もきっといると思うんですよね。それがねすっげえ申し訳ないなと思って、すいません、なんか俺意外とすごかったっす意外となんか俺の出した動画に反応が多かったんですよ、すいません、本当申し訳ないです。もし次ねこういうことやるときはちゃんと考えてやりますんで、はい、すいませんねすいません本当に反応が良かったんですよね。うん、ありがたいことなんですけどね。うん、2つ目、もう先に謝っておきます、いっぱいリクエスト来たんで答えれないこともあると思います。まあ、選手はできるだけ入れたんですけど、ポジション、その起用方法だね、要は起用方法、そこに答えれるかは分かりません。もし、ラストイニングの企画の動画を増やしちゃえば答えることはできるんですけど、僕がその動画の本数をバカみたいに増やすのが好きじゃないんですよ。うん、なんでまあ、今まで通りね、その各球団と1試合ずつやるとかそういう感じになると思うんですよね。だからその中で答えていくって形になるんで、うん、ちょっと起用方法、もしかしたら出ない選手も出てくるかもわかんないです。せめて選手は出そうっていう気ではいるんですけど、すいません、なんか簡単に考えてました、そんなにね
そんなに来ると思ってなかったの、リクエスト。誰か思ってた？思ってないでしょ。だって俺だよ。今現在で 100以上です。100以上のコメントがついてるんですよ。それに全部答えるっていうのはちょっと難しいかなと思います。すいません。せいぜいコメント来ても30ぐらいだと思ってたんですよ。はい、っていう感じになりました。とりあえずこんなチームです。うん、勝てるチームだと思うよ。本当に思います。できるだけね、選手も出してリクエストに応えてはいきますんで、その中でなおかつ勝つ、うん、ってことをやっていきたいと思います。はい、でね、ちょっと見てほしいことあるの。応援曲つけたから、俺ね、ネットから持ってきたから、このデータあったんだよ。びっくりした。あるんだね。だから応援流れるから。以上以上です。はい、ありがとうございました。リクエスト本当に嬉しかったです。はい、そしてリクエストしたいけどもう終了しちゃってたよっていう人、すいません、それは本当に僕のミスです。僕のミスですというか、思ったより俺がすごかったって話ですいや、まあね、笑い事でもないかな。真剣に謝りたいよ。うん、たださ、うん、ここで変にもうガチで謝っちゃうと暗くなっちゃうから、うん、せっかくの企画だからさ、明るくやりたいじゃない。うん、すいません、本当に。次やるときは、次もしこういうリクエストを何か募集するときはちゃんと考えます。もう考えてます、はい、やり方は。はい、以上、とりあえずこんなチームになりましたという動画でした。斎藤佑樹物語、今やってるやつね、第2の野球人生編が終わり次第、ラストイニングの企画をアップしていきたいと思ってます。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。